シグラン・サルキシャンは、アルメニアの政治家。2008年4月9日から2014年4月13日まで、大統領セルジ・サルキシャンの下で首相を務めた。首相退任後は、2014年から2016年にかけて中アメリカ合衆国大使、2016年からは、ユーラシア経済連合の委員長を務めている。アルメニアソビエト社会主義共和国のキロバカンに生まれた。 1980年から1983年に、サンクトペテルブルク財政、経済学大学で、1983年から1987年に、大学院でそれぞれ学び、博士号を取得。その後、1987年から1990年にかけて、アルメニア経済企画庁科学研究院、対外経済部長を、 1988年から1993年にかけて若い科学者や専門家で作る共和国委員会の委員長を1990年から1995年にかけてアルメニア共和国最高会議メンバーと金融再建予算常設委員会委員長を1995年から1998年にかけて社会改革科学研究院理事と アルメニア銀行協会会長を歴任した。1998年3月3日からは、アルメニア中央銀行総裁を務めており、人気満了に伴い行われた2005年3月2日の国民議会投票では、有効票92票のうち86票を獲得し、再選された。前任の首相セルジサルキシャンが大統領に就任した2008年4月9日、 チグランサルキシャンは首相に選ばれた。これに伴い、総裁職は辞職した。2014年4月13日、突如として首相の辞任を表明した。理由は一心上の都合とされ、はっきりとはしていない。公認の首相は、ホビク・アブラハミアン。結婚しており、子供が3人、孫が1人いる。ありがとうございます。